リサです。今回はこちら3種類の入浴剤紹介していきたいと思います。はい、こちらは寿司三昧のバスボール、リクエストをもらったんですけれども全然売ってなくて、久々にヴィレッジヴァンガードを覗いたら売ってたのでゲットしてきました。はい、ということで再販されたのかな、今なら見つけられるかもしれません。欲しい人探してみてください。穏やかな海の香りのバスボールになります。中から出てくるのは本マグロ寿司三昧ロゴ入りで、レア度1らしいです。で、レア度2が木村社長、レア度3は木村社長&お寿司、そしてレア度5は金の木村社長ということで、はい、レア度5ゲットできるかな。水色の入浴剤になってます。楽しみ。はい、今回は不思議な組み合わせですよね。こちらは新商品のシャクレールプラネットバスボール2シャボンの香りになります。はい、こちらもヴィレッジヴァンガードでゲットしました。みんなしゃくれてるんですよね。シャクレールオオカミ、シャクレールパンダ、シャクレールハリネズミ、シャクレールクジラ、シャクレールウサギです。個人的にはハリネズミが欲しいんですけど、まあどれ出てもね絶対面白いからいいんじゃない。さあ、誰が今日は隠れているかな。結構濃いめのブルー、なんかビックラ卵みたいな見た目だよ。じゃあシュワシュワタイプの入浴剤かな。あ、いい香り。ラストは、大きいタイプのバスボールに新商品が出たので手に入れてきました。学研の図鑑ライブシリーズのビッグバスボールです。学べるミニ図鑑もちょっと大きくなってるのかな。はい。組み立て式のマスコットが入っているそうです。ちょっとね、虫は苦手なんですけれども、この大きさも気になるところ。え、ヘルクレスオオカブトなの？ヘラクレスだと思ってた。はい、ヘルクレスオオカブト、コーカサスオオカブト、ギラファノコギリクワガタ、オオクワガタの4種類、いずれか1つが出てきます。爽やかな空の香り。ということで、色はみんな水色だったかな、今回。あ、ですね。入浴剤自体は、あー、こういう形。ちょっと長方形で、ビッグシリーズにはない、まあ、ビッグラ卵じゃないからねっていうことなんですけれども、ちょっとね不思議な形をしてます。はい、中の、あ、こちらの図鑑はあの小さいタイプに入ってるのと同じ大きさな気がする。これも一緒に揃えればよかったな。次回ねちょっと虫だけで頑張ってみようかな。出てくる虫たちの特徴などが書かれています。じゃあ出てきたのを見ていきましょう。戦うカブトムシ、クワガタムシ。はい、写真がついてます。どっちが強いんかね。おー、中には結構細かい説明も書いてるけれども、これは苦手なページ。閉じちゃいます。はい、ということで。そんな私がお送りするこちら大丈夫なんでしょうか。いや、おもちゃだおもちゃだって念じるしかないですね。はい、大きいね。はい、並べてみると大きなビックラ卵よりは小さく、普通のの3倍ぐらいかなっていう感じのイメージです。まあね、奥行きとかも考えるとそんな感じかな。では今回はこちらの3つを一気にお湯の中に入れていきます。はい、ではいきます。せーの、ドボン。一気にいったけど大丈夫だったかな。あ、でも大丈夫かな。モコモコタイプが1個しかないからね。あ、いい感じいい感じ、いい香り、そしていいシュワシュワ具合だ。やっぱり音を楽しむためにはバスボールでも、あのビックラ玉タイプ、シュワシュワシュワっとするようなタイプのものは
入ると気持ちがいいですね。お、なんかカタカタっていう音が聞こえる。もうカプセルで出てきてるものがあるのかな。今日はね、静かな時間多めでお送りしてみました。癒しの時間になったかな。最近ね、いっぱい入れることが多いのでわちゃわちゃしちゃってうるさい動画になってたかなと思うので、今日はねリラックスタイムをメインにやってみました。まあそのリラックスタイムもあのね、中身が出るまでで、中身が出てきたらもうねどうしようってぐらいなんですけれども、なんたって今日は苦手なやつがあるからな。新しく出てたし気になったから、まあ、自分で選んできたんですけど、やっぱ虫シリーズはドキドキしますね。さあ出てきたかな。なんかね寿司三昧かな、浮いて真ん中でくるくるしてるのは。ちょっとモコモコタイプの入浴剤ですね。それはまだ出てきてないですね。カプセルに入ってるから意外とこうコローンと取れてあっという間に出てくるかなって思ってたのに、あれれって感じですけど、さあどうでしょう。なんかこっちはゆらゆらしてきたね。何か出てきたよ。何かな。ギラファノコギリクワガタとオオクワガタの違い、みんなわかるかな。まあでもね、答えを見たらわかりやすいから、まず出てきたものを見てみんなに当ててもらおう。何が出てきたか。え、どういう感じで組み立てるんだろう。足だけ出てきたのかな今。なんかここにありますよね、ちょんちょん。私は苦手な感じで出てきませんように。おお、うん、これはクワタっぽいね。うん、苦手な感じだわ。どうしよう。うん、触れるけど、お、カプセルが見えてきたよ。こっちも外れるかな。ちょんちょん。うん、頑張ろう。あ、うん、大丈夫、大丈夫、大丈夫。はい。これは、あ、確かにでかいよ。あのね、リアルな大きさぐらいあります。へえ、嫌だけど、うん、頑張る。はい、こちらは何でしょう？はい。大きな、大きな。まあ、ノコギリクワガタはわかるよね。こちらは、ギラファノコギリクワガタになります。はい。先っぽまでちゃんとね、チクチクというか、トゲトゲというか、ついてますね。指先とかも結構リアル。内側は？あ、うん。泡ついてるけどね。内側はこんな感じで、ここもね、結構リアルめに作られてますね。あ、でもある意味、厚みがない分、クワガタの方が、まだ大丈夫かも。ただ、そこら辺に、ポイって置いてあったら、
間違えそうなぐらいのリアルさはあります。大きさとかね、厚みもね、なんかリアル。もうちょっと向こうかかりそうなので、ちょっとギラファのコギリクワガタについて見てみましょう。はい、今回出てきたギラファのコギリクワガタは体長が31から120ミリ、インド南部、インド北東部から東南アジアの島々で見られます。世界最大のクワガタムシです。大顎は体の割に大きくなります。ということで、隣にいる大クワガタと比べてみると、体に対しての顎がかなり大きいっていうのが分かりやすくなってるんじゃないかな。はい、隣に写ってるこちらのオオクワガタは日本でよく見られるタイプになりますね。北海道から九州、対馬で見られるそうで、国外では朝鮮半島や中国にいるそうです。はい、ではちょっと続きを見てみましょう。ちょうどね、外れそうな感じ、いい感じになってます。さあ、中から出てきたのは誰かな。お、これは、あ、レア度3じゃないですか。木村社長とお寿司、マグロのお寿司を持っている木村社長、レア度3が来ました。金の木村社長じゃなかったけど、これはこれでね、なんかね、いいですね。個人的にはこっちの方が好きだな。しっかり寿司三昧のこのパーカーとかもリアルな感じで。はい。お寿司のね、マグロの部分が本当にちゃんとこう、切り身っぽくというか、安くないお寿司みたいな見た目になってる。高いお寿司のね、なんかいいやつですって感じで持ってていいんじゃないかなと思います。ラスト、シャクレル、あ、ここにいた。何が出てきたかな。せーの、ドン。シャクレルウサギ。あ、意外とあんまり、なんかこう、ひどくない顔の子が来てくれた感じかな。なんか、見た感じだと、シャクレルオオカミとかシャクレルパンダは結構、シャクレ度合いがやばくて、可愛いとは言い難い感じかなと思ったんですけど、シャクレルウサギは可愛いですね。シャクレルハリネズミも、そもそもなんかこう鼻がこう飛び出たようなデザインなので、そんなに変じゃないと思う。いや、でもこれは面白いので、またゲットしてみましょう。別の種類が出てくれたらいいなという思いを込めてやっていきたいと思います。横から見るとね、ちょっとしゃくれてる感じがわかりますね。後ろから見るとわかんないけど、これは面白い。はい、それぞれ並べてみるとこんな感じ。寿司三昧やシャクレルプラネットは自分でこうね、うまくバランスとって自立してくれるタイプになっていて、結構おすすめです。あの、クワガタムシもね、かなりリアルな感じになるので、そこら辺に放り投げておかないようにしましょう。びっくりしちゃうからね。はい。というわけで、今回はこちらの3つを一緒に紹介しました。いかがだったでしょうか？では、次回も楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドリームチェイサーでした。また見てね。バイバーイ。